皆さん、元気ですか？こんにちは。アリーナウクライナチャンネルのアリーナです。本日は、カンジャニクロニクルの映画は伝言ゲームを見てみたいと思います。で、クリスマスの雰囲気を感じながら、いっぱい笑いましょう。はい。動画を見る前に、いつも動画をご覧いただき、チャンネル登録を、私のサポートをありがとうございます。マクトに嬉しいです。で、皆さん、早く見に行きましょう。前回良かったね。まあまあ亮がバシッと決めてくれて、なんか錦戸さんがすごい不満そうなのよ。いや、あのね、うん、あの僕まあ前回やってる時一番 最後アンカーやったじゃないですか。そうですね、うん、あのヘッドホンつけてるでしょ、うん、まあ、何言ってるか分かんないじゃないですか、うんうん、その中の間のやり取りをこの間オンエアで見たんですけど、はいはい、あなたひどいですね。ひどいひどい、よう、それでそんな感じで喋れるなって喋れるね、ザ・ホットがさ、ダハって言ったんだね。衝撃やった、俺自分で弟大爆笑やったわ。兄ちゃんって言ったから。村上、横山、錦戸が英会話で伝言ゲームに挑戦した結果、今回の伝言文は海外のショッピングでよく使う英会話。皆さんもまずは一緒にお考えください。Is there a store close by? Wow. Wow. ちょっとこれ本腰入れのほんまに聞き取られへんわ。Is there a store close by? Is there a store close by? これは困ったな。伝言するのは Is there a store close by? 近くに店はありますか？海外のショッピングでよく使う英会話。簡単ですか？どう聞こえてますか？耳に通じるのは難しいね。デリスターコスプライ。スーパーにコースで回って買ってるんじゃないですか？あ、その観光で行って。俺にも違うことぐらい分かってます。Is デリスターコスプライ？すみません。おまた。Is there a store close by? Okay. 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 多分。あ、Is the deli store close by? 近くにスーパーありますか？Is the deli store close by? あ、でもなんか似たような感じ言ってるよ、俺ちゃんと。はるか思ってしても軌道修正ならず。Is the deli store close by? Is?Is デイリーって言えば今のことだと思いました。デイリーストーン近くに何かない？あ、ちゃうか、クローズ閉まってんのか。あー、違います。あ、何時に閉まんの？あー、そんなに簡単ではないね。かな。チックショー、わからないよ。一瞬コウメダウンよ出てきた。Is it deli store close by? そうなるよね。頼んだ。伝言はずれたまま。アンカーの村上へ。村上さん、Is there a daily store close by? この神最高。Is daily store クラウンスパイス。デイリーストア、ちょっとどこ行くのよ。クラウンスパイスが分からへんのよ。なんで高級品なのかな。クラウンスパイス、それは解いてね。では回答お願いします。ピッツァはデイリーストアクラウンスパイス。クラウンスパイス。デイリーストアにはクラウンスパイスを置いていました。置いてます。全然違います。全然違います。こんなシンプルなことやったの？繰り返して申し訳ないですけど、クロースバイだけはずっと綺麗にこう来たんですよ。繰り返すのも風邪ひくぞ。ここまで来てるんですよね。クロースバイは。クロースバイは。で、そこで。クラウンスパイス。クラウンスパイス。気を取り直して後半戦。It doesn't suit me.
Oh. え、それだけ？それだけ？ It doesn't suit me. It doesn't soup me. Soup me. スープっつったよね今。伝言するのは It doesn't suit me. それは私には似合いません。海外のショッピングでよく使う英会話。It doesn't soup me.私のスープいりませんみたいな。ちょっと笑ってますけど、俺だってそうじゃないことぐらい分かってるんですよ。でもこれはもう何回も言ってますけど、これ伝えたらいいですから。やっぱり私は日本語伝言ゲームが見てみたいです。英会話伝言ゲームはすごいでしょ。ですが、あの外国人はあのこのゲームやったらすごく楽しいアイディアと思います。あー、それはすごいすごい、見てみたいな。僕にはハルカという女がいますから。ちゃんとやってくれるでしょ。It doesn't suit me. もうだ。 It doesn't suit me. 分かった。迷ってるんだよ。ハルカはええ女や。いい女や。私に合わない。俺そんなん言うてる？ It doesn't suit me. It doesn't suit me. 合ってた、合ってた。 It doesn't suit me. 意味が分かり、いや分からん、何これ、なんとなく意味も分からん、もう全然分からへん。 It doesn't suit me. どういう意味だと思いますか？知らん。シンプル。意味は分からないまま持ち前の音感を頼りに伝えてみる。 It doesn't suit me. どう、どっちだ。一発。一発で。そうですね。 It doesn't suit me. 発音が綺麗。本当、ありがとう。錦戸のファインプレーからアンカーの村上へ。村上さん、 It doesn't suit me.短っ短っ。何それ。え、何その感想。でも村上さん、俺も言うたそれ。俺も言うた。ダズントスーツに、いやもうごめんや、でもこれ絶対違うやつだけさっき潰しとくな。私はスーツではございません。違うしょな。違うもんだって、うん、これ違うじゃん、これ潰しとくだよね。何パーホや言うてもそれぐらいは分かる。だって村上さんスーツじゃないんだもん。そうや。スーツ、これなんやこのスーツは。みんなテストだよ。あと3秒待って。冬にこの1枚、さらば重ね履き。ブラジアあったかパン、島村あったかシャツも、あったかシャツも、スーツ、ショーツ、ね、T シャツってショーツやんな。あれ、T シャツってショーツやんなって。そういうことも。日本語やったら T シャツやけど、あれ確か海渡ったらショーツじゃなかった？わー、違う違う違う、海渡ったらショーツな、あれ確か。シンプルに考えた方がいいって。 It's doesn't suits me。 これは私の T シャツと違います。関西人やわ。私の T シャツと似合いませんか。あと確認なんですけど、海外行くと T シャツがショーツになるんですか？いや、ないない。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 ショーツとシャツ。シャツですよね。ちょ、あの横山くんさ、俺は分かってたから出すのやめてくれ。なんか村上君が一生懸命考えてる時にさ、いやもうちょっとシンプルでいいんちゃうかなってさ。いや、俺も思う、あ、もっとシンプルに、いや、こういうことなんやろな、うん、でも俺はそこグッとこらえるもん。そうやな、人格者だから。それやな。それ雑誌したら俺の英語も出えへん。結果、英語力を疑われるだけでなく人格を疑われる問題へと発展した。人格を疑われる問題へ発展した。最高です。あー、最高です。カンちゃんにクロニコは本当に最強のシリーズです。あー、いく
クリスマスの時今ああ冬休みの時にやっぱり笑いコント高橋さん言う伝統ゲームは一番最高です。わあ。もっと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 、ああ、いかがですか？ゲームのシリーズ見てみたいな。皆さんはいかがですか？この他にも、笑いとかとか、コントとかあればぜひコメントしてください。私たちは一緒に、お互いに、見て、たくさん笑いましょう。はい。では、皆さん、この動画が良かったら、ぜひ、チャンネル登録と、いいね、チャンネル、ボタンを押してください。よろしくお願いいたします。はい。では、次回の動画で、会いしましょう。皆さん、元気でね。バイバイ。